地方歌舞伎さん海外のポリコレ集団に見つかってしまう。なぜ女が舞台に上がれないのか議論されている模様。上がれる歌舞伎もある。むしろ中途半端に例外があるのがなぜ認めないんだと付け入る隙になっとるやろ。こういうの全く認めません。そういうものです。相撲もな、多様性が伝統を殺すんですか。宝塚も目をつけられちゃう。そもそも歌舞伎の創始者は女、出雲の奥には女性やろ。勝手に議論させとけよ。いちいち取り上げる方が悪。女歌舞伎は売春で治安が荒れたから禁止したんだよ。推し争いとか客への売春とか性風俗が乱れたから禁止したんやろ。差別だー言われてごめんなさいしちゃうことなかれ主義が世の中をダメにしていくんや。んなもん全突破で喧嘩すりゃいだけの話。真の敵はポリコレじゃなくてことなかれ主義のカスどもやで。アメフトのスーパーボールに女枠作って強制的に半数を女にしてからイチャモンつけに来い。これよな、女性競技にジェンダーを出すんじゃなくてまずすべて混合スポーツにすりゃいい話。全員元男のフットボールチーム作って暴れようず。タイガデイズもの奥に男にやらせるって噂が流れて荒れたことあったよな。体が男でも心の性が女性の芸が舞台に上がってるからセーフ。フェミなんてヨーロッパの悪式文化に叩きつけられた末端でしかない。元凶から根こそぎむしり取るしかない。宝塚にももちろん言うんだよな。他国の文化にいちいち口出すなよ。インドからしたら何でお前ら神様食ってんのって言われるで。バカは愛の推しクソ可愛いやで。バカ B は愛の推しの方が可愛い族さ。バカ B なんやこいつ殺すか。こういうのが後を絶たなかったから政府が禁止したんやろ。今こそ失われた文化を取り戻すとき。男性差別する宝塚を許すな。そのうち男子校もアウトか。男子校にはトランスはいるんで問題ない。もうほっといてくれ感がすごい。相撲とか歌舞伎とか伝統的にあるものにまでガタガタ言うなと。これもう第二の捕鯨反対運動やろ。文化での鎖国は必要かもしれんな。通貨金落とすわけでもねえ。ガイアのカスが文句言うんじゃねえと。これはポリコレやなくて大体のモンスタークレイマーすべてに言えるが、アメリカとかでローマ法王を女性にとか芸でも法王になっていいはずや。って運動は起きないのかな。時々茶化して入るんやけどな。そういえばなんで話題にならんのやろか。そもそもキリスト教が同性愛を認めてないしな。同性愛認めへん神様を信仰するポリコレ支持者くさ。まあ女子相撲は国技化したり女性金支給したりしなければスポーツ化してもええと思う。案外人気出るんちゃう。相撲が無視され続けてるのウケるんよな。そもそも歌舞伎役者になりたいって女性も宝塚やりたい男性もまずおらんやろし今さら変えたところでなーって思う。役者やりたいなら女優男優になるやろし。つか女が舞台立てないのは東京の歌舞伎やろ。大鹿歌舞伎とか地方の歌舞伎は女も出てるやん。ニコニコ超歌舞伎も女で撮ったな。歌舞伎で議論すべきなのは血族じゃないと主役を張れないっていうとこやで。ワイらが歌舞伎の大物になりたいって言っても 100% 無理なんやで。なれるで。坂東玉三郎は一般家庭の子やで。ほとんど養子みたいなもんやろ。相撲も男しか各界に入れないのはおかしいってなるんか。ワイはデブ戦やから女相撲が実現したら毎週見に行くわ。もちろんユニフォームは男と同じやつや。よそはよそ、うちはうち。何これと思ったやろな。ご視聴ありがとうございました。